ようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。では、ただいま今、警察署長様のお部屋へ行ってまいります。それでは本日、一日警察署長をお願いします。風さやかさんに対し、署長より委嘱式を行います。風さやかさん、あなたを兵庫県生田警察署一日警察署長に委嘱します。平成17年9月2日、兵庫県生田警察署長、警視庁荻野どうぞよろしくお願いします。はい、どうも、委嘱させていただきまして、頑張っていただきます。どうですか、お越しくださいまして、皆様方もどうぞ
免許証をお持ちの皆様方、ね、それから私は免許証を持っておりませんけども、はい、ここは皆様方も必ず信号をよく見ていただきまして、そして命の大切さを感じていただきたいと思います。で、私は実は幼い頃に小平警察音楽隊で、その中で信号の歌というものを私も歌わせていただきましたので、今日はちょっと皆様方にお聴きいただきたいと思います。くるくるくるまは左側、急がず慌てず運転しましょう。人は右側通ります。赤い目青い目黄色い目、赤はストップ黄色は注意、青の信号で進みましょう。はい、どうも皆様どうぞ、このね、3日まで今日は1年を通しまして、一生を通しまして、どうぞ皆様方毎日平和な日々でありますことをお祈り申し上げます。本日はようこそお集まりいただきましてありがとうございました。編集長の作詞でございます。美しい街で美しい仕事、そして私が、作詞をいたしました皆様方よくご存知の明日のあるさを、愛と夢明日のあるさ、そして、私は神戸の街が好きなんだという宝塚の歌でございますけど、まさに神戸市の歌にぴったりだと、市長さんも大変喜んでおりでございます。今日はわざわざ市長さんの皆様もありがとうございまして、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。団の隊長です。